バンバンザイ、ナです。ゆうじです。ゆうです。はい、ということでね、はい、この度僕たちの LINE スタンプが発売されました。イエーイ、嬉しい。もうすでに使ってくれてる方とかいると思うんですけど、うん、まだ持ってない方はぜひ買って使ってみてください。はい、はい、僕たちがねアニマル化されてるんで、だからそれもねちょっと可愛い感じで、誰にでもね、うん、バンバンザイ知らない人にでも使えるようなね LINE スタンプになってるんで、はい、ぜひ買ってみてください。はい、バイバイ。バンバンザイ、みゆです。ゆうじです。はい、はい、今回は、はい、誰が一番ルナのことを知ってるのか、ルナ王を決定していきたいと思います。ルナ王、まあ、バンバンザイ3人って知ってるようで意外と知らないこともね多かったりするんじゃないかなと思って。そうっすね。いや、まあ自信は僕ありますよ。私はね、あるよ。質問によるかなっていう。総合的に知ってるのは義士かもしれないけど、女子しか知らないことがあるならば私は強いのよ。確かに俺メンバーのこと多分誰よりも詳しい自信はあるんだよね、それぞれ。だからね、まあ頑張りたいと思いますよ。はい、私も頑張っていきたいと思います。ベビー、それでは早速やっていきましょう。ベイビー。はい、ということでですね、はい、まあ、今回ねちょっと敷居の方はちーちゃんにお任せしたいと思います。はい、いいですか、ちーちゃん。 OK です。お願いします。いくでい。第1問目、ルナちゃんの好きな食べ物は。そんな簡単でいいんですか。わかりました。最初だしね。わかんない。キラキラしとけば加点されるかな。はいはい。じゃあ1個、ね、2個迷ってるかな。せーの、バナナジュース、はい、きんぴらごぼうですね。で、まあ、迷ったな、筑前煮。きんぴらごぼうと筑前煮って言うてるわ、いつも。正解はこちら、筑前煮。うわあ、よかった。危ねえ。今回2人とも外れましたね。あと、まあ、なんで喋んないんだ。あ、喋っていいの。普通喋るんやで、そこで。あ、そうなんだ。いつ喋っていいんだろうと思って、ずっと待ってた。なんかさ、筑前煮っておばあちゃんじゃん。理由はでも人参の染みた感じが好きなんだよ。結構痛ですね。2問目いきます。はい、ルナちゃんの小さい頃の夢は。うわー、これ言ってた。あ、あー、わかったわかったわかった。これは外さんは。ギシ君から。はい、アイドル。おお、はい、これなんか言ってた気がするなっていう。昔 AKB になりたいみたいな聞かなかった。私もアイドル。おお、じゃあ答えに行きましょう。はい、はい、どうぞ。まあ、小学校の時は AKB になることで、でその前はケーキ屋さんになることって小学校書いてました。どっちだよ。じゃあ、ザクはいつ、ま、間違いだと思う。 AKB って3つ出るし、でもアイドルになりたいなんか言ってない。 AKB になりたいしか言ってない。あー、分かったよ。もうこれで分かった。何が分かってるふりしてるの。これで分かった。ルナはこういう感じなんだね。うんうん。じゃあ次、はい、ルナちゃんのチャームポイントは。はい、分かった。だって分かるのでしょうか。はい、できました。おー、できました。じゃあ今度みゆちゃんから行こうか。いいよ。あ、ルナのチャームポイントはこちら、眉の下にあるほくろ。いや、これね、一番嫌がってんだよ。いや、だけどここにあるのルナしかいないから、逆にチャームポイントになっちゃったんじゃないかなっていう。なるほどね。どうですか。前歯。あー、僕は前歯だと思いました。なるほど。なんで。ん、え、前歯すごくない。大丈夫こいつ。前歯でも歯並びはいい。そう、歯並びいい け,、ね、いいけどな、前歯がやっぱ特徴的じゃないですか。笑った時にさ、あー確かにね、ここここでさ、この前歯がさ、すごい歯並び綺麗でいいなって思って。わかるわかる。白い歯だし、うん、ね、俺みたいにタバコ吸って黄色い歯じゃないから。汚れよな、お前歯。やめろよ、歯医者行くから、許せ。正解は、まあね、もともとコンプレックスだった口です。あの、笑った時に明るく見えるんじゃないかなって感じです。いや、え、待って、これ、俺ないわ。これちょっと部分点だよね。 0.5 でいいんじゃない。ああ、じゃあ0.5。よっしゃー、悲しい。じゃあ行くよ。はい、コンプレックスは。消さなきゃよかった、もしかしてこれ。え、じゃあヒント欲しい。ヒント、みんなから見えるとこ、うん、できました。俺もできました。じゃあ
石くんから行く？はい、あ、言うの待ってくれます？その前に罰ゲームの話していいですか？何ですか？これ点数負けた方はもちろん罰ゲームがあるんですけど、はい、1週間私のことを褒め倒したツイートをしてもらいたいと思います。いやーだー、めんどくせーぜこれ。最後は絶対ルナ大好きって書いてもらいたいなと思います。突き足してんじゃねーよ罰ゲーム。それがないと、まあ、この意味がないなって。いや、行きますか？一緒だったら嫌なんだよな。はい、どうぞ。黒い、まあ、やっぱりルナは昔からジグロじゃないですか。まあ、そこは結構ねコンプレックスだったんじゃないかなっていう。みーちゃんもそっちか。鼻が低い。でもめっちゃ気にしてたの。全然低くないし。いや、ルナ鼻低いんよねって頼む。お願いします。はい、どうぞ。眉毛のほくろ。うわ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 、何が黒いと鼻が低いよ。YouTuber 魂的にさ、同じ答え書いて出したくなかった。めっちゃわかる。俺もそこでやめたもんね。まあ今から YouTuber 魂は気にしなくていいよ。じゃあ次いきます。はい、じゃあ5問目ね。はい、今の宝物は？エビ、貝、え、理想でいくよ。うん、オッケー。もう自信ある。はい、ちょ、みゆから言って。はい、いきます。ルナの今の宝物はこちら、バンバン剤の2人、かっこじゃなかったらおこ。違うんですよね。いや、こうやってね、動画のために言うから、ルナ。違うんすよ。言うから。ルナの答え、これです。家族です。出た、絶対これっすよ。あ、出た、出た、そう。ルナは物欲とかお金にあんまり興味がない性格だから、うん、そのものではないと思って。答え、お願いします。どどん。今の宝物はバンバン剤でいいんじゃないかな。わー、くっそー、ペー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 、次1ポイントと 0.5 ポイント。はい、じゃあ次6問目。男になれたら何がしたい？なんかさ、ヒントがゼロなんだね。ヒントはね、ない。特にいつものルナ見てればわかる。あ、マジで怖かった。はい、行きます。 OK。 はい、おしっこ。しかもこの絵、この人ずるいからね、マジで。お前めっちゃ悪意あるな、これ。そう、しかも初めこれとこれとこれだけやったの。僕はこれですね。とにかくモテまくる。何を書いたの？アナゴ。まあ、正解見ましょう。はい。男になったらね、一回遊びまくりたい。あの、どういう心理で男の人って女の人と遊びまくってるのかなっていう疑問があるので、一回それを試してみたいなと思います。俺正解でしょこれ。え、でもモテまくるとさ、遊びまくるは違うよね。モテないと遊べない。シンはさ、男の人の本心を知りたいみたいな。うん、次行こう。はい、絶対負けね。自分を動物に例えるなら？え、これはこう書かなきゃいけない動物があるよね、ルナちゃん。一応。はい、できました。はい、はい、じゃあ一緒に行く。いいよ、せーの。ワンちゃん。犬。やっぱそうだよね。じゃあ正解はウサギじゃない？よくうんちもコロコロ出るし。てかもう一人が嫌で寂しかったら、まあ死にそうになるっていうのがウサギじゃないんですかね。はい、ザシャレで聞いてくんだよこっち。なんだよこいつ。やべー。いや、ウサギにすればよかった。ウサギはなかったな、候補に。突然クラッカーを鳴らされた時に第一声は？わお、おお。わ、わーですね、これは。じゃあこれは部分点。うん、一点じゃ。好きな俳優さんは？横浜流星さん。北村匠海さん。おっしゃ。何と褒められるのが一番嬉しい？気使えるよね。天然だけど意外としっかりしてるよね。しっかりしてるね。しゃあ。今みえちゃんが2ポイント、岸くんが 2.5 ポイント。そうですね。で、突然クラッカーを鳴らされた時の第一声2回目。ウォウウォウ、なに、ウォウォウ。こちらです。違うんですよ。ボーってちょっとびっくりして、うびっくりーみたいなことをわざと棒読みで言う。正解を見せてください。お願いします。だから何これ、もうイエーイ。忘れてた、忘れてた、それがあった。しーちゃん決める？いや、あげましょう。イエーイ。じゃあ次行こうか。行くで。行くの7の段言えますか？いや、言えますかって言われた時の反応。じゃあみえちゃんから行こうか。行きます。言えるわーって、ちょっとなんで言えない、なんか言えないと思ってたのみたいな感じで言って、7、1が7でしょ、7、2、12、
あれみたいな感じになると思います。はい、僕はこれですね。まあ7の段って言って、まあルナから71って出ないと思うんですよ。71が772って言って結果言えないって、72ぐらいで止まるんかなっていう。これはなんかニュアンスでいい感じなんでしょ。はい、正解はこちら。よーい、ドン。71が7、7、2、4、7、3、21、7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 、
なんでルナが71が7って言うねん。これはドローで、これはドローですね。次、どんな犯罪も許されるなら何をする？ルナになる。1回目もルナになる。ルナになってみな。はい、今までのアンチ全員ワンチャンルだって。好きな俳優さんの家に行く。今謝っといた方がいい。これはごめんお願いします。答えをどうぞ。浮気する人、浮気する人、人を傷つける人、そういう平和を救うヒーローになりたいと思いまして、人をね、悪いことしたらパンチパンチって言ってね、叩きに行きます。僕しか割れねえよこれでもね、確かに言うよね、ルナね。ちなみにこれ同点だったら両方してもらう。いいです。じゃんけんです。地球最後の日何をする？せーの、じゃじゃん。好きな人と一緒に過ごす。はい、家族、友達、大切な人たちと抱きしめ合いながら終わりを迎える。なんか言ってなかったっけ？デジャブ今。マジ？それデジャブだと思う。オッケー、いいよ。答えはこちらです。なんだろう、まあ好きな人全員、家族とか全員そうだけど、固めてもうマジで死ぬほど牛をしたいと思います。うわー、いった！なんでそこ当たったと思って、しかも牛まで当たってるから、え、すごいと思って。天才技師かよ。天才だった。これはやばいわ。ここに来て差出ましたね。いやー悔しい。1ポイントってかなりでかい差をね、つけましたね。いやー、今何対何？今ね、3.5 と 2.5 なの。1点姉ちゃんが取っても平等にしかなんない。じゃあ何個かあってよ。でもまあ同点だったら2人とも4でしょ。5万点にしてもいいよ。5万点にしよう。おい、最後いきます。あ、食いや、食いや。貯金はいくらですか？まあ、高級車2台は買えるよね、絶対。待って、これ濁し方だよね、ルナのポイント。ルナ聞かれて答える時のポイントだよね。まあ、ルナを見てれば分かると思う。ルナはね、金額とかそんなボン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 言う人じゃないっていうことは。オッケー、オッケー。もう分からん。たくさん頑張ってちょっとずつ貯めてるって濁して言う。俺犬50匹分ぐらい。じゃあ正解を見てみましょう。はい、家例えば家賃やったら50個ぐらい。知らん、今適当な計算だけど、まあみんなにお菓子は買えるぐらいはありますよ多分分かったからいいっすよ。でも、お前、数字50当ててくるのやめた方がいい。確かに50当てたね。ってことで、はい、岸くんの勝利。あざっ、マジで嫌なんだけど、はい、もう。おめでとうございます。もう、ツイッターとか本当に開かないから、もう、やだ。どうでした？面白かった。僕はもうね、完璧な手応えがありました。そうね、うん。ということで、みゆちゃんにもね、ちゃんと1週間、最後にね、ルナ大好きっていう言葉を含めて、まあ、長文1、2、3、4、5行ぐらいは書いてもらおうかなと思うんですけど、どうですか？待て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 。いや、それはね、あの、一言で終わらされたらね、罰ゲームの意味がないので。5行ですか？そう。あ、わかりました。でも、縦に1行はダメです。制限された。はい。ということで、はい、皆さんもぜひよかったら友達とやってみてください。はい。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。